10月16日のリビングライフの時間です。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はウェスレアンホーリネスの玉川キリスト中央教会牧師本間と申します。今日は誠の救い主を忘れた高慢な民の末路というタイトルでホセア書13章1節から16節の御言葉を読んでまいりましょう。ホセア書13章1節から16節。エフライムは震えながら語った時、イスラエルの中で崇められた。しかしバールのことで咎あるものとなって死んだ。今彼らは罪を重ね、自分のために銀で鋳物の像を作り、自分の考えで偶像を作った。これは皆職人の技。彼らはこれについて言う。人を捧げる者たちは子牛に口づけせよ、と。それゆえ彼らは朝もやのように、朝早く消え去る露のようになる。内場から吹き散らされるもみ殻のように、また、穴から出る煙のようになる。しかし私はエジプトの地にいた時からあなたの神、主である。あなたは私の他に神を知らない。私の他に救う者はいない。この私は荒野で、干ばつの地であなたを知っていた。しかし牧草で満腹したとき、彼らは満ち足り、心は高ぶり、そうして私を忘れた。私は彼らに対して獅子のようになり、豹のように道端で待ち伏せる。子を奪われたメグマのように彼らに襲いかかり、彼らの胸をかき裂いて、その場で目獅子のように食らう。野の獣は彼らを引き裂く。イスラエルよ、あなたは滅ぼされる。あなたの助け手である私に背いたからだ。では、あなたの王はどこにいるのか。すべての町のうちであなたを救う者は。あなたを裁く者たちはどこにいるのか。かつてあなたが、私に王と高官たちを与えよと言った者たちは、私は怒ってあなたに王を与え、また憤ってこれを奪い取る。エフライムの不義は束ねられ、その罪は蓄えられている。子を産む女の激しい痛みが彼のところに来るが、彼は知恵のない子で、時が来ても母の胎から出てこない。私は黄泉の力から彼らをあがない出し、死から彼らをあがなう。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されている。彼は兄弟たちの中で栄えている。だが東風が吹いてきて、主の息が荒野から立ち上り、水源は枯れ、泉は干上がる。それはすべてのたっとい器がある宝物蔵を略奪する。サマリアは咎があるものとなる。自分の神に逆らったからだ。彼らは剣に倒れ、幼子たちは八つ裂きにされ、妊婦たちは切り裂かれる。このホセア書の中で厳しく神様から指摘されているイスラエルの罪の、まあ、一つはといいましょうかね、大きなことは偶像崇拝であります。
一節と二節をちょっと読みますが、エフライムは震えながら語った時、イスラエルの中で崇められた。しかしバールのことで都があるものとなって死んだ。今彼らは罪を重ね、自分たちのために銀で鋳物の像を作り、自分の考えで偶像を作った。これは皆職人の技。彼らはこれについて言う。人を捧げる者たちは子牛に口づけせよと。一節にはバールという言葉、そして、二節には子牛というですね、そういう言葉が出てきます。バールというのはこの北イスラエルの王であったアハブの時代ですからね、非常にこう熱心に、行われるようになった。まあ諸説ありますけれどもですね、フェニキアの方の神であったとかですね、もともとこの地域の偶像であったとか、まあ、いろいろな考え方がありますけれどもですね、しかし、非常に熱心にですね、アハブの時代から、礼拝されるようになったようであります。アハブはそのですね、バールの神殿を建ててですね、サマリア、首都サマリアに建てて、そしてその礼拝を熱心に、行いました。預言者エリアはそのことに戦ってですね、450人のバールの預言者たちと対決をして勝利するというような、そういう劇的なエピソードもありますけれども、そこでイスラエルの人々がバール信仰をやめたわけではなかった。ずっと続けられていたわけですね。また2節には子牛とあります。イスラエルは南と北が分裂した時にですね、北側の国は、北側の国の一番南であるベテル、そして一番北であるダンというですね、場所に2つのですね、やはり聖地を作って、そこに金の子牛像というものを作って、そしてそこで人々に礼拝させるということもずっと続いていました。ヤロブアムの罪というふうにですね、列王記の中では記されていますけれども、まあその子牛のことなのか、人を捧げるとありますのでね、もしかしたらこれは本当にこう子供を捧げる、そういうですね、偶像であったところのモレクとか、そういったものを指しているのかもしれません。いずれにせよですね、そのようなさまざまな偶像が、一つのですね、こう信仰だけでなく、いろんなものが本当に行われていた、そういう現実があるわけですね。そういった中で神様はそれらの偶像崇拝をやめて、私に立ち返りなさいというふうに言われるわけです。そこでエジプトの時のことをですね、思い起こさせているわけです。4節、そして5節、6節を読みます。しかし私はエジプトの地にいた時からあなたの神主である。あなたは私のほかに神を知らない。私のほかに救う者はいない。この私は荒野で干ばつの地であなたを知っていた。しかし牧草で満腹した時、彼らは満ちたり心は高ぶり、そうして私を忘れた。主はたびたびエジプトの地にいた時から私はあなたの神であるということを、まあ言われているわけです。エジプト時代は奴隷のような非常に厳しい状況でした。そこから出エジプトして、そして約束の地カナン、その場所に来るまでも40年間荒野の旅をしました。その時には他の偶像を知らなかったわけですね。しかしやがてカナンに定着し、生活は安定したかもしれない。荒野のテント生活は脱したかもしれない。しかし6節にあるように、牧草で満腹した時、彼らは満ちたり心は高ぶり、そして私を忘れたと。安定してしまった時に、その心は神様から離れていったということですね。かつて一番厳しい時には私しか知らなかったじゃないか。しかし安定してくると、私以外の偶像を礼拝するようになったのだと、そのようにですね、ここで思い起こさせているわけですね。もう一度、私だけ、神様もじゃなくて誠の神様だけ、そのように生きるようにと呼びかけているわけです。私の他に救う者はいない。神様が力強くですね、イスラエルの人々に、そして私たちに向けて宣言している言葉です。また10節11節に注目したいと思います。ではあなたの王はどこにいるのか。すべての町のうちであなたを救う者は、あなたを裁く者たちはどこにいるのか。
かつてあなたが私に王と高官たちを与えよと言った者たちは、私は怒ってあなたに王を与え、また憤ってこれを奪い取る。かつて旧約聖書の士師の時代まではイスラエルの国に王様というのはいなかったんですね。しかし周辺諸国がだんだんですね、王様というのを立てて、いわゆる王国、王政国家になっていく中でですね、自分たちの国はそれでは弱い、負けてしまう、他の国のように王様が欲しいと、まあサムエル、そして神様に要求したわけです。それは神様に対する反逆だということをサムエルは厳しく言いましたけれどもですね、しかし主は一旦はそれを受け入れようと。しかし王様自体が神様に従うものでなければならないということをまあ言ってですね、民の要求をいわば聞き入れて王というものを立てたという、そういうですね、まあ経緯があるわけであります。しかし結果的にはですね、そのような私たちも他の国のように王様が欲しいという願い、王を与えられましたが、その王が神様に従わず民に罪を犯させ、そして今や国は滅びようとしているということですね。私たちも他の人のようになりたい、あの人のように、この世の中のように、普通のように。しかしそのような願いの中で、この世の価値観で同じように生きるということの中で、私たちは神様にだけということをですね、失ってしまう、そういう恐れがあるのではないかなというふうに思います。神様はイスラエルの国に王様を与えるときに、その王がまず神に従うものでなければならないと。ですからイスラエルの国の歴史を見ていくときに、イスラエル人全体がどれくらいですね、神様を信じていたのかってことはあんまり書いてありません。王様がどうであったのかということですね。王様が従えばそれでよし、王様が従ってなければそれはイスラエルが神に背いているんだというですね、そのように見ているわけですね。私たちの歩みはどうでしょうか。この世の普通の考えと同じように、そういうことの中でですね、もしそれが神様に従う道を妨げるのであるならば、私たちはそのことも主のお取り扱いを受けなければならないでしょう。今日もう一箇所注目したいのは14節の御言葉です。私は黄泉の力から彼らを贖い出し、死から彼らを贖う。死よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されている。この御言葉はこのホセア書の文脈の中ではあまり積極的なですね、希望の言葉であるようにはあまり思えないような気がします。私は黄泉の力から彼らを贖い出し、死から彼らを贖うと書いてありますけれども、その彼らというものが何なのかはっきりしませんね。むしろ死を、お前の棘はどこにあるのかというこの死というものが、いわゆる私たちの死を指すのか、それとも滅びゆくイスラエルを指しているのかもあまり明確ではないような気がします。しかしこれが新約聖書のコリントの第一の手紙の中でですね、イエス様が復活をもって死に勝利されたことの予言なんだと語られるわけですね。そのことを思うときに、ああ本当に神様の救いの恵みというのは、そのようなもう滅びゆくというですね、その滅びのもうギリギリのところにいる人に向かって語られている約束の御言葉であると。そしてこの時確かにイスラエルという国は一度失われてしまうかもしれないけれども、しかしこの御言葉が指し示すところにですね、本当にイエス様の十字架の死があり、そしてその全ての人の罪を背負ってイエス様が死んでよみがえったところに私たちの救いの希望があるということですね。私たちがもう一度今日思い起こしたいのは、全てが終わる、その死と思えるような状況に勝利されたのが私たちが信じる主イエスであるということですね。そしてそのイエス様が今日もなお私たちに本当に立ち返るようにと、そのように呼びかけていることにですね、本当に感謝を持って応じていくお互いでありたいと思います。お祈りを捧げます。罪と死の道に立っていた私を永遠の命の道に移してくださった恵みに感謝します。豊かになって高慢になり、神様を過小評価したり忘れたりしませんように、裁きに至る前に
自分の歩みと信仰を点検し、謙遜に立ち返って御言葉に従う人生へと立ち返らせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。